はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さん遊戯王カードの中で一番強いカードって何と思います？遊戯王カードの中で一番強いカード、まあ種類のカード、どういう種類のカードが強いかっていうと、結局一番強いのは手札誘発なんですよ。はい、あの手札誘発を投げまくれば相手はあのめちゃくちゃイラつくし、めちゃくちゃ強いじゃないですか。なんで本日はですね、あの手札誘発だけで、デッキを組んできました。はい見てください、デッキ、ベラジー、ウサギ、サクラ、ウララ、ワラシ、それからシグレ、スカルマイスター、ディメンションアトラクター、ゴーズ、ファンタズメイ、あやめの双剣士、ニビル、キッコー勝負、無限法要と、なっております。あのですね、結局ですね、手札誘発だけでデッキを組んだ場合、まあ、クソ強いんですけど、何がやばいかっていうと、アタッカーが不足するんですよね。なので今回のデッキの勝ち筋なんですが、一応ね、あやめの双剣士を手札誘発と言い張りまして、あやめの双剣士ビートする、または、ニビルは手札誘発なんでニビルビートをする、または、ゴーズか、ファンタズメイを出して、ビートすると、いうデッキになってます。で、相手の動きはすべて、誘発娘たち、またはスカルマイスター、ディメンションアトラクターあたりで、まあ、効果を、まあ、完全にストップさせて、まあ、止めて、相手の手から阻害し、自分だけ、ニビルと双剣士でビートする。これが今回のデッキの全て。うん。手札誘発のみでデッキ組むとね、めっちゃきついよ。うん。デュエル3枚。いやー、ひさくらかぶるの弱えゴーズさん来た。ゴーズさん、この令和の遊戯王でゴーズ入ってやばいですよね。サウンド。ウォーリアギータス、何誰やお前、誰やねん。けど打ちましたアゾギル、デッキから、ギータス以外の音響戦士モンスターだったらどうしますか。ああいいですよ。いやこれはウララが効く予定だったんですけどね。あれですか、ディメンションアタクター打った方がいいかこれ、どっかで。今関係ないか。マイクス、はい、マイクス効果、なんかさ墓地に肥やしたりとかするカードの効果にチェンジしたいんですけど、これもういきなりバチコロと打った方がいい説ありますかね。でも展開してくんないと僕ニビル出せないですからね。ちょっと難しいですね。タケトン防具きた、タケトンきた、これであれですかね、スピードライトね、オッケースピードライト、オッケー。じゃあまあアトラクターオープン投げて全てのカードを、このターンゲームから除外されるという効果を適用する。この後ハイスピードロイドゴムガンの効果によって墓地を送られるカードは全てゲームから除外される。危ない。これね、ウィンドペガサスとイグニスターとかね、墓地送られたりするんだけど。あー、オッケー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 、いいだろう。で、ゴムガンで手札に加えるのは、まあ、どっちでもいいが、まあ、正直どっちでもいい。これはどっちでもいいぞ。ビーダーマシン除外された。よしよしよし、いいぞ、オッケーオッケー。サージ入んない。で、ゴムガン効果で、展開してくるプレーンを自分のメインフェーズに、火属性モンスター一体を召喚できる効果で、スピードロイド特殊召喚する効果で、でここで並んだタイミングでここだろ、絶対にハリアドンはさせない。オッケー、まあ、それもいいわ。で冬桜効果はどう、冬桜の効果によって絶対ハリアドンはさせねえ。うわー、ラドン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 ラッドーン、ハリアドンっていうか、まあ、ラドンか、この場合は。ラドン、いねえ、なんでだよ、ラドンいねえじゃん、はなんだこいつラドンいねえじゃん、マジかよ、ふざけんな、わかんねえ、なんだこれ、俺の知ってるスピードロイドのエクストラデッキじゃねえ、おかしい。なんか、アポロウーサとかやべえカードも入ってるでしょ。あれ、ゴムガン、ゴムガン、ラドンって結構いたじゃないの。あ、一応ゴーズ出せんのこれ。ゴーズ出すかこれ、出すかゴーズゴーズ出すか、ゴーズ特殊で、ゴーズ効果で500万、ゴーズ生き残るとね上から流れますからね。ゴーズアタッカー来るぞこれ、ゴーズビートか、ゴーズビート始まるぞマジで。レイはアニビルも展開できなかった。赤目のダイス、なるほど。いきますこれ、これはなんかニビルぶち込んだ方が良さそう攻撃、あ、収録ゼロ、いける、いけ、隕石落下、うわー、
段超えれる。よし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 、来た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 、伝説のこれはニビルビートが始まりますよ。あ、皆さんお待ちかねの、お待ちかねニビルビート、いけニビルビート来た、強すぎる。出しろ。オッケー、これで、ニビルビートをひたすら繰り返してライフを削れれば俺の勝ちだ。いける。手札1枚から2動きづらいだろ相手は。いける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 、うわ強い強い。それはまあでもそれは無限包容。よし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 。なんだこのクソレッキ。スカルマイスター来た。いや出すだろ、アタッカースカルマイスター、アタッカー打点高いんでね、バトルフェイズ打点高いでしょ。スカルマイスター捨てないからあるんですよ、こいつめっちゃ強いですから。よし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 、これでメイン2ターンシーローだよ俺は。こんなもんは、いやアナコンダとか出したこと意味ないし、マスカレーナとか出したこと意味ないから、なんでもいけないからこれ。全てはね、冬桜用なんですよね。展開の要を、やばい、ギータスを手札、あ手札を一枚捨てて、ギータスの方がデッキから、うわーやばい。マイクス誰やお前、このカードが始まったとしますが、自分は出場権を得て一度メインフェーズに、モンスターに召喚できる。やばいだ、強い、2300あの打点高、打点高え、やべえ。でもダメ、ニビルは超えられない、でもニビルは超えられない。ニビルビートめっちゃ強いじゃねえか、なんだこの伝説のニビルビート、あまりに強い。最強か、いやこれ展開するためにウサギこれセットしとく。まあ一応表側表示で召喚する説もあるんですけど、表側表示で召喚するとちょっとなただ殴られて終わるっていう説があるから、これワンチャン、これウサギ守備力1800だからこれ殴られない。いやーやばい、やっべ、アーピリカだ。え、あ中段いない、よき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 よし、さっきアトラクタル除外したからね。チューナーはいける、いける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 、やったーやったー、いける、勝てるぞ、ドロー、オッケー、誘発娘めっちゃきた。これ誘発娘と誘発娘でオーバーレイではレベル、ランク差入ってるね、ランク差入ってる、オッケー。反転召喚ね、冬桜召喚、俺は雪うさぎと冬桜でオーバーレイ、エッセンス召喚、そんなことある。冬桜と雪うさぎでオーバーレイってなんだよ、何語だよこれ。やった勝った、やったマジ、これ勝てんの。あーね、あやめちゃんと無限包容ある、強い、しぐれあやめ無限包容は強いぞ。スクラップエリア、何スクラップエリア、やばい、スクラップ展開は非常にこれはまずいですよ。これ何が起きるかと言われるとね、これやばいです。これスクラップラプターの効果に、無限包容ぶち当てるで、あやめ出すが正解だな。これ無限包容発動、無限包容の効果によって相手のフィールドのモンスター1体の効果を無効にしていく。さあスクラップラプターの効果は無効になり展開することはできない。そして効果が無効になったモンスターが存在する場合、手札よりあやめの双剣士の効果発動、いけー特殊召喚。こいつをエースと言い張ってます。私のデッキは、うわあ、うわあ、フュージョンデスティニーだぞ。まあ一応破壊して、でも破壊してスカルマイスターっていうことのがワンチャン言えますね。これ、まあ、打つしかないか。あやめの双剣士効果、エクサデッキから出てきたモンスター破壊する効果発動して、でその効果にチェーンして、デストロ打ってくるから、それを、しぐれして、で墓地へ送られた時に蘇生する効果をスカルマイスターだな俺。これやばい、手札めちゃくちゃ使われるぞ。最後しぐれ効果そう、相手が特殊召喚したモンスターの効果をターン首脳時まで無効にし、その後モンスターが墓地を送られた場合、フィードが離れた場合、そのモンスターの打点分のダメージを与える。で相手の双剣士で相手のデストロを破壊していく。で、デストロイ蘇生効果が発動する、その効果にチェーンして、スカルマイスター、うおー。めちゃくちゃ頑張ってる、
めちゃくちゃ頑張ってる、めちゃくちゃカード使ったけど、なんとかデストロイフェニックスは処した。オッケー、よしよしよしよーし。11新居のするよりも多分これあやめの双剣士でビートした方が強い。バトル行こう、あやめの双剣士でぶん殴っていこう。オッケー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 、ベンスでこれで立ちるか、よしオッケーで、これで、あやめの双剣士の制圧できてるのか知んねえけど、制圧力と雪うさぎとニビルで一応なんとかなるとは思う。多分耐えろ。うわー、ダッシュが来た、またスクラップラプター。どんだけスクラップラプター飛んでくる。これはでもあんまり関係ないか、あんまり意味がない。これはなんか許容するしかない。あやめの双剣士の効果は2倍ドローかエクストラ破壊は強いんだけど、あんまり手だからモンスター相手召喚するっていう効果は強くない。これは、これ雪うさぎ発動したらこれもしかして止まるんじゃね。これこのカードがスクラップカードの効果で破壊されてポチョがある場合だもんね。つまりだ、これは雪うさぎの効果で破壊したらいける。うさぎ砲発射、うわうさぎ砲ダーン、オッケー、刺さった、これは刺さった、絶対に。いやでもただ召喚器使ってないんだよ相手、やばいな。ちょマジでこれ、よし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 、オッケーオッケーオッケー、なんかスカレマイスターかなんか来い。うわ、ゴミも、あ、ゴミでもねえか。あの、ちなみに手札誘発のみデッキの増殖する G はめっちゃ強いです。通ったら手札誘発しか引かないんでめちゃくちゃ強いです。手札誘発のみデッキの増殖する G は手札誘発の中で一番強い、マジでマジでね。さあ、あやめの双剣士一体でなんとかできるのか。あやめの双剣士、うわ、やばすぎ、お前ラプタ引きすぎだろ、ふざけんなよ、くっそ、それはもう止められない。さあ、ラプター効果で手札に加える効果があるが、それはもう止められないので無理。うらら、欲しかったっすねこれ。ここニビルとかいうもんさんあんまいらないな。ラプター召喚までは入られてしまうが、まあ、でも増殖する G が通ればワンチャンありません。さあ、リサイクラー召喚効果、リサイクラーの効果によって何らかの飛脚モンスター一体を墓地に送る。まあこれ多分まあディベルか、まああの辺でしょうね。まあ相手がオルペゴールと仮定すればちょっとまだ分かんないけど、まああのクリストロローズネックスとかそういうパターンもありますね。ちょっと分かりませんねこれ、一体どういうデッキなのかはちょっとまだ分からないが、さあスクラップリサイクラーの効果によって相手、ま、悩んでるぞ。あやめの双剣士でエクストラデッキが出てきたもん破壊されますからね。ああ、まあディベルか、まあディベルだな。でバベルやばい、ガチめに回り出した、まずい、オルフェイゴールが回り出す世界が終わる。ディベル効果、ここ増殖する G 通るかどうか、頼め通ってくれ、いけ増殖する G、通れ通った、よし、オッケー、通ったらある、通ったら全然ある、全然いける全然いける、いけるソッケー、ゲルソッケー、あ、キッコショーもあんまいない。ゲルス効果発動、うわ、これもあんま関係ない程度だから、モンスター特殊化する効果だから、これはあんまり関係がない。これは絶対する、エクストラディックなモンスターが出てきたのを破壊した方が強い。でギルス効果で、もう一枚墓地を食らえる。いや、やばいな、まあ結構回り出してるぞ、まずい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 、なんか解読が引け、まあ一応ねニビルがありますんでなんとかまあなる可能性は結構高いですけどね。スケルツォンが墓地を食らえていく、スケルツォンは今蘇生対象がないか、後から蘇生されることができるのからモンスターが増える、やばい。いや、あやめの双剣士出すとか間違えたな、これ。まずいな、これ、ロンギルスで、墓地の送られるところだな。まあ、もうロンギルス破壊すればいい。ガラテアーは破壊するしかない気がするが、スケルトンがあるからあんまり意味ないか。でも、まずいな。で、ディベルを、戻して、ガラテア効果でクリマックスをセット。で、クリマックスはセットされてもそこまで痛くないと思うんですよね。で、年間王さんがいなくなる。で、打点が今1800なんで、まあ、とりあえずこうガラテア破壊するじゃないですか。で、まあ、スケルツォンあるからガラテアが戻ってきて、まあ、ディンゲルスとかまだ行くかもしれないけど、いや、ゆででもニビルあるしね。今だって、あいつ結構特殊化しましたよね。回数的には。で、これで、ガラテア飛んでくる。これ守備力2500だよね。トークン。いけるよね、これ。で、いけると思うんだよね。これだって収録ゼロでしょ。いけると思う。多分。ここぶち当てるしかなくない。これも隕石ビートするしかなくない、まだ。これ隕石でしょ、これ。原始生命体2ビル発動。
ゲン攻めたニベルの効果によって行けニベル、うわードーン抜けるはずだ、抜ける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 2500抜けるダブル、やっいける。で、あのセットはクリマックス、つまり俺はあとはあ、疲れマイスター来た、疲れマイスター、今これでも疲れマイスターは残しといた方が強いか、これ相手墓地効果結構多いので疲れマイスター結構強いんですけど、いやー、さすがにアタッカーか、アタッカーだな。で、バトルフェイス入ろう、あと200、あと200か、あと200で、バーンぶち込んで、で、ドーンぶち込んで、オッケーオッケー、で、また増殖する地あるから、また誘発引き込めるから、これ、拮抗勝負一応セットしといた方がいいか、一応セットして、あ、これ、若干突きができないな。で、これで、さくらはあんま効かないと思うから、オルフェゴールだから、俺入ってないから、あんまり、まあ、マスカリなぐらいか。なんで、多分、あ、カノーネ来た。カノーネ来た。一体でリンク召喚されるかもしれないから、これ増殖する打った方がいいね。で、増殖する打って、通るかどうか。通れ。通れ。でも通るよな、ここ。絶対。オッケー、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 オッケー。で、リンクリボー来た。オッケー。で、リンクリボーで一枚取ろう。あ、ベーラ来た。オッケー、オッケー、オッケー。強い、強い、強い。強いぞ。で、彼の許可は除外して、手札からオルフェコール一体得意召喚できる。何らかのモンスターが出てきて、で2体が並ぶ、2体並んで、トロイメア、あー、オッケーオッケーオッケー、ウララも来た、強い強い強いぞメイベージ終了前、オッケー、もうガラティア2枚目入ってないもんね、だって相手なんだっけ、リミット1ですから、やつは、あの女はリミット1ですから。冬桜かぶった、桜ちゃんさ、そんな強くないんだ、もう来すぎなんだよね君。わかった、さくら召喚で2体のモンスターでハリファイバー、そしてチューナーとチューナー以外のモンスターでハリファイバー作って、ハリファイバーの方がそう、ハリファイバーの効果によりデッキからチューナーモンスター1体を特殊召喚できる、ハリファイバーの効果によりエフェクトベーラーを特殊召喚し、そしてエフェクトベーラーはそう魔法使い得、そして今確認した相手のフィールドと墓地には魔法カードが3枚ある、行け神聖魔皇后セレーネをリック召喚、ハリセレーネアクセスだ、いけセレーネリンク召喚、そしてリンク召喚成功時フォーカスをカウンターを3つ置いて、フォーカスをセレーネの他によって、カウンターを3つ取り除き、自分の墓地の魔法使い族モンスター1体を蘇生することができる、ゆけあやめる創建師をもう一度特殊召喚だ、はい召喚ムービーをどうぞ、美しい、そしてあやめる創建師とセレーネをリンクワーカーにセット、サーキットコンバイン風をつかめ、ストームアクセス、あらあれよリンク召喚リンク4アクセス、コアドトーカー来たいける、そしてアクセスコードからの効果像、このモンスターの効果によって、このカードをゲームから除外し相手のリンクリボーを破壊、そしてアクセスコードトーカーの効果によって、リンクモンスターをゲームから除外しトロイミア、を破壊、そしてこのままバトルフェーズに移行する、バトルだ、いけニビルトークンで、あ、ニビルトークンじゃない、ニビルでダイレクトアタック、トロイメアの効果、そんな効果はな絶対に通さない、うおー最強対戦ありがとうございました。手札誘発マジなめんな、ニビル来すぎだろ、ニビル来すぎだろマジで、まあ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 、かぶると弱いんですよね手札誘発って、やっぱバラバラに来てると全部使えるんですけど、まあ言うて名称ターン1がついてないモンスターだったらね別にいいんですけど、こうなんかゴーズとかいうなんか先行マジで何の仕事もしないモンスターと、あとニビル、まあニビルはまあ1枚来てくれるのは嬉しいけどね。インスペクトボーダーやばいカードめくれてんな、え待って、インスペクトボーダーやばくない、ゴブリン突撃ボーダーやばいカード入ってんじゃん何このデッキやば、いやそもそもゴブリン突撃ボーダーとかいうモンスター入ってるのにやべえし、なんか入ってるカードボケツオとかいうやばいカード、うわー手札誘発つきやがった、つきやがった、やばすぎる、魔導士の力いやインスペクトボーダーやばくないこれ、待って、えこれモンスター効果発動できないよね、
フィールドのモンスターの種類の数までに、モンスター効果発動できないから、え、これ手札全部死んでないですかこれ。え、これワンチャン拮抗勝負でさ、ワンチャンバトル入るじゃないですか。でこれ拮抗勝負でさ、これさ、これインスペクトボーダー墓地置くみたいな説ある？これ一回インスペクトボーダー墓地送り説ですよねやべえ、ボーダーゲロきつい。待って、ボーダーはきつい。かなり何もできないかもしんない。今ちなみに全モンスターが腐っております現状。今私の反動の中でインスペクトボーダー2体目あんまり関係がない。ディリッダイナマイト、なんだこのデッキ、意味わからん、意味わからんデッキ使ってんじゃねえぞ。え、墓穴ホール、おい、どんだけ手札やつ気がしてくんだよ。ふざけんな、手札やつだけだっつってんだろ。このデッキやばい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 。誰やねんお前。チェーンソーインセクト、このカードが戦闘があった場合、ダメージステップ終了時に相手はカードをドローする、効果無効になるってか。やばこいつ、やばい。インスペクトボーダーデメリットビートきた。インスペクトボーダーデメリットモンスタービートだ。まずい、普通に何もできねえ。え、これでも無限応用あるか、無限応用からの、あ、でもボケスコーランとか、え、あ、やばくねこれ、待って待って、トラトリ、無限応用でも、無限応用打った後のゴーズは普通にボケスホールでケアされてる。トラップスタン、無限応用ケアされたやば、どんだけ来るこいつ。終わったー、クソ強いんだけどこのデッキ、なにこれクソ強いんだけどこのデッキ、なにこれ。あーね、無限応用セットしといたらワンチャンあったかこれ、もしかして。あ、いや、あんま関係ないな、トラップスタンはやば、チェーンソーインセクト禁止しろ。